さあ今日はねこちらガンプラじゃないけどバンダイさんから発売されていた発売されている桜大戦2のコーブをね作っていこうかなと思います。取説はこちら。今回このついでにヨドバシカメラで買ったんだけどね、LED ライト、これをこの目のところに入れて光らして遊びたいなと思って、まあ物は買ったはいいもののちゃんとできるかどうかはちょっと自信ない。でまあおそらくこのまま作っただけだと面白くないので、まあこういったね汚すやつとかこういった墨入れするペンとかあとこういったトップコートってやつとかを使って、あんまりねやったことはないこういうことは塗装とかも正直あまりうまくないんですけど、なんとかこう綺麗なものになればいいんじゃないかなと頑張って作っていこうと思います。それじゃあまずは素組みをしていきたいと思います。こちらのところのデカールしか普通のシールチューブみたいなものこれですね。多分ねこれはねこれはね相当着色が難しいと思います。じゃあまずこれから切っていきましょう。
ほいってなんかで完成ですね。すぐみ状態完成です。で、あとは剣作っていきましょう。残りはもう剣だけですね。いや、比較的簡単な切ったものではないかと思いますね。いいですね。こういう感じです。後ろはこんな感じですかね。さあ、ではこちらの方ね、成型色を生かした塗装というのをやっていこうと思います。あとついでに LED ライトを入れて光らせていければいいんじゃないでしょうか。目をね、ピカン、これをね、なんとかこのところに入れていきたい。今はまだちょっと穴開けたりしてやっていこうと思います。とりあえずここまで。